透明のジュース買ってきてみました。スパークリング、いちごのスパークリングとレモンとマスカットとメロン。なんかかわいいなと思って買ってきました。美味しいんですかね。ちょっと高かったんですけど、興味本位でちょっと買ってきちゃいました。YouTube のネタにしたいなと思って。多分みんなが知ってる人は知ってるんだと思って、別に珍しいものではないのかもしれませんが、ちょっと冒険心で買ってきました。飲みたいと思います。3種類、間違った、4種類あるんですけど、いちごとマスカットとレモンとメロンがあるんですけど とりあえず、いちごの方を飲んでいきたいと思います。見たいと思います。よいしょ。桃です。クリアスパークリングのいちご。飲んでみたいと思います。飲んでみたいと思います。なんかお母さんわざわざトントンって叩いて、食器洗ってくれとか言う。いつも洗ってっぺって話なんだけど、なんかお母さん買ってきたスーパーにおかず忘れてきたとか言って 取りに行ってきますみたいなこと言ってたけど、いちいちなんかぼやいてる ウケる では、どうやって開けようかな。あかね、いただきます。どうかな。なんていうか、三ツ矢サイダーにいちごの風味がついてるって感じ。おいしい。あと3種類あるんですけど、あとはなんか甥っ子とか姪っ子にお裾分けしたいと思います。なんかネタで買ってきちゃったかな ちょっと高かったし、あとは家族で ちょっと楽しみたいと思います。
大事に飲みたいと思います。なんか YouTube 見ながら飲みます。終わります。